結局、とにかく他人に恩を売っておく。それが生き残る上での最善策ではある。それは例えゲームでもだ。主人公らの不幸を望むより、打開を助けるべきで、悪夢、それは現実ではない方が良い。基本的な衝動、需要は生命維持のために必然として。またこのパターンか。悪の帝王が現れ、人々を苦しめるところに、勇者現れ、激闘の末に。チンプというのは需要があるからこそチンプ化する。定番という名を得てこそ、あるいは、あっても、独裁者はいらない、のだ。定番ゆえに、注目度は、要するに、価値、は、すぐに上がる。日本の場合、その場、200万人以上が、意識だけでも集ったらもうそれ以上は監視対象になり、禁止だ。萌えは、この条件に簡単に接触する。エロネタなんか混ぜたら、あっという間だ。打開し得る可能性と。